みんなこんな感じじゃないですか。ショパンの脱力の話を一つだけちょっとしますね。ショパンはね、脱力をするときにね、足先からリラックスしなさいって言ってる。上半身と下半身っていうのは見事につながっています。足の使い方が悪い人、足首の使い方が悪い人っていうのは手首の使い方ね、まず間違いなく硬いんですよ。だからなぜ私って手が動かないんだろう、腕が硬いんだろう、どうしてもちょっと力が抜けないんだろうってことは、それはね、原因はね、足にあることもすごく多い。だから脱力っていうのは実はね、足の先から頭の先まで全部抜かないといけないんです。自然な状態、何も意識しない状態、何も意識してないのに体が自由に感情で動く状態っていうのを脱力っていうこと、力を抜くってこととはね違うんですよ。ただ皆さんね、脱力の方が分かりやすいからそう言ってるだけで、そうじゃなくて自然な状態に持っていくってことです。だってね、天才ピアニストどうやってやってるんですかって言ったら、分かんないって言いますよ。だってそれ自然にできちゃってるんだもん。だからその状態に持っていくわけです。なぜできてるかわからない状態に持っていくことができるんですよ。なぜなら僕たち日本の人の体の使い方ってものすごく意識的だから。だから皆さんね、ここの筋肉意識してとか言ったらできるはずですよ。それできるんだけど、いらないんですよ。もう少し大雑把に。だからルーミンシュタインとかね、もうみんなこんな感じじゃないですか。適当な体になっていくんですよ。脱力が進むと。自然に動くから。適当な体になっていくし、ちょっとね、頭も適当になるかもしれない。もともとそこまで神経質にならなくなって、もう少し柔軟にね、音楽を捉えたり、楽譜を見れたりしてきますよ。